国旗とは、東アジアの王朝において、皇帝や天皇の蘇生や剪定、母等の命日のうち、特に定めて、政務を止めて、仏事を行うこととした日である。日本の朝廷では、この日に寺院において、対象者の追善供養を取り行い、日程が重なる神事は延期された。さらに天皇は、拝朝、官司は、廃務とされ、下音力は禁止され、違反者には、 つえ八い80という重い処罰が科された。中国では皇帝や皇后の記述には仏寺や同館において再へおもうけ功を託く風習があった。宋の大広氏が戦した東海洋の記述の功には刑場及び天下の修府の諸時官では国旗行合を行うこと一切を急に治るとある。史実岩陶六十七の遺みな通り九年十一月の 上には、は、よう,うることあたわざるといえども、しかれども国旗には、行合せりとある。古三世の中には、党は、中世より以後、国旗の日ごとに、天下修復をして、ことごとく時間において、時をうけ功を高しむ。改正のはじめ、礼部次郎の祭礼はそのことの境に泣きをもって、より手そうして、これをやめたるも、聞いで急に服すとある。僧の王の、小畜衆巻七。 立志、五光賢治流大の死には、明日と着せたけの子はただだ、谷僧のミス、国旗行号は義が玄関のミスとある。僧の超飛越えの、雲六万章さ三には、国旗行号は、五儀及び、交差の南西、両の間に起こり、ごとに功を燃やしてをいぶしじ、あるいは孔末をもって、参考し、これを行号というとある。主張元年9月9日に、 天武天皇が崩御すると皇后であった、宇野三両は、翌年の9月9日を国旗と定めて、都の寺院に再栄を開くように命じた。翌年2月には国旗に必ず再栄を開くように命じた。大法2年12月、文武天皇は自分を育てた祖母、自党上皇の実父であり、天武天皇の実刑でもある、天智天皇の期日である12月3日を国旗に追加した。 その後、歴代天皇やその聖母、皇位につくことなく死没した実父の記述も国旗に追加され、関武天皇の時代には16にまで達した。そこで、関武天皇は延暦10年3月23日になって、中国の天使なら病の聖に習って国旗を7つとすることとし、古い時代の者のや自身と疎遠な人物の者のは廃止することとした。 この時の七つとは、天皇の曾祖,祖父、祖父母、木とちびめ、両親、自身の皇后と聖武天皇とされている。このうち、聖武天皇の国旗については存知した理由が不明とされており、さらに、大同2年には、平城天皇により廃止された。しかし、その後しばらく、国旗の追加と古い国旗の廃止は必要に応じて、無関係に行われたため、国旗の数は再び増加し、 九もしくは十で前後した。聖は天皇の時代に中国の霊に習って国旗の追加と廃止を同時に行うようになって、以後、九で固定化された。ただし、天智、公認、官務、人寮、高校の御天皇の国旗は永続的なものとみなされたらしく、実際には天皇一及び皇妃三の範囲で追加と廃止が同時に行われていたとされる。 そして、延長8年に、第五天皇の国旗を、文徳天皇のそれに変えて追加したのを最後に、天皇や皇后の遺書に国旗を辞退する文言が盛り込まれる、例が確立されたために、以後先の五天皇と、第五天皇の六天皇を国旗の対象としたまま、新たな天皇の国旗は追加されなかった。一方、皇妃の三枠は亡くなった天皇の聖母でかつ、 皇太后を増位された者に対する者に変化していった。歴史上、確認される最後の国旗過剰は、還元2年6月27日に、御佐賀天皇が自分の聖母源道子を国旗に加え、二条天皇の聖母、藤原以降を除いたのが最後である。その後、英正元年に、五柏原天皇が聖母源調子の記述を国旗に加えようとしたが、 財政難を理由に断念している。国旗に関する具体的な規定が初めて登場したのは、養老律領儀政令が最初とされている。その後、演技式において国旗に関する規定が整備された。それによれば、国旗の際へは、当時下西寺で開かれ、三議以上、弁官、劇、主から各一名及び、諸子の役人が参加し、不参者は、処罰を受けた。 金子像百名によって、天行、大仏、三下、行合、種願いなどが行われ、終了後に金子像、参加官人、天行数などの名簿を含めた上層文が作成されて天皇に提出された。先に記された通り、第五天皇が国旗に追加されて、以後は天皇、皇后は遺書によって国旗を辞退したが、天皇。 皇后の没後に追善法要が行われなかったわけではなかった。宮中や五岩寺などの個人ゆかりの寺院において追善法要が行われ、これらの法要を俗に国旗と称して国家行事としての国旗よりもこちらの国旗の方に力が注がれるようになった。特に天皇の父母に対する法要は天皇御前の儀と称されて天皇の普段の居所となっていた。 清涼殿内にて放映が開かれた。中世に入ると国家行事としての国旗はほとんど行われなくなり、天皇や後進の指摘行事としての国旗のみが行われるようになった。ありがとうございます。